さあこれからそろそろ出発します。ハヤト君は機内食を嫌いなのでおやつを買いました。なんで嫌いなの？匂いが嫌い。匂いが嫌い。機内食は食べない。気持ち悪い。いらない。いらないです。もったいない。もったいないって。ビール2本飲んだ。眠い。ビール2杯で眠い。眠い。オーナー眠いそうです。ペイちゃんもいます。あとビール2本飲みたい。はい、ビール2本です。ピアス、ピアス、ピアス。ちょっとだんだんチャラくなってきた長嶋さんです。そんなことないわ、ね、そうすか。財布は可愛い。財布は可愛い。お金ちゃんと了解できた？できました。大丈夫？完璧です。完璧。でも思ったよりも両替できた額が少なかったっていうちょっと円安効果。最近の為替問題についてどう？政治について。そうですね、まあ、僕ならどうしますか？まあ、できるだけ円高にしますね。で帰ってきた頃には円安にしてきます。それが一番いいと思います。自分勝手な、自分勝手なドライバーばっかりですけど。オーナー、行く前に一言ガツンと。1週間後どんな気持ちで帰ってくるか。そうですね、トロフィーいっぱいで帰ってきましょう。その分荷物開けてあるからね。そうですね。あれ君ファーストクラスだっけ今回？ファーストクラス。ファーストクラス。さすがね、矢野さん違いますね。ハヤトだけファーストクラス。もちろんもう床で座っていきます。すいません。翔岡さんがね、うん、預け荷物の中に入ってる。翔岡さん、もしかしたら現地で登場するかもしれない。ここに入ってるのかな。ここかな。ここかな。これかな。まあそんな感じで行ってきます皆さん。はい、はい、行きます。交互期待。 CLC ジャパン交互期待。行ってきます。おい。